イザベラ・マリア・テレジア・クリスティーネ・オイゲーニ・エフォン、エスター・ライヒは、オーストリア皇帝家の文家テシェン皇爵家の皇女で、バイエルン王子、ゲオルクの妻。夫と結婚後1年足らずで離婚し、世人を驚かせた。テシェン皇爵家の当主、フリードリヒ大公とその妻で、黒い皇爵家の皇女であるイザベラの間の、第七子、七女として生まれた。1912年2月10日、 ウィーンのシェーンブルン宮殿において、バイエルン王子ゲオルクと結婚した。ゲオルクは、オーストリア皇帝、フランツヨーゼフ一世の外孫であり、イザベラは、この結婚によって、老皇帝の義理の孫娘となった。しかし夫妻は、ウェールズ、パリ、アルジェをめぐる、新婚旅行から戻るとすぐに別居し、1913年1月17日に、 バイエルンの裁判所によって二人の結婚解消が認められた。同年3月5日に教皇庁も二人の婚姻無効を宣言した。離婚後はハプスブルク家の他の未婚の大公女のように修道院に入るかと思われたが、1913年にウィーンの病院で看護婦になるための訓練を受け、第一次世界大戦ではオーストリア・ハンガリー軍で従軍看護婦として働いた。 その際、軍医のパウル・アルブレヒトと恋仲になり、結婚を望んだが、フランツ・ヨーゼフ一世に再婚を厳しく禁じられた。その後は独身を通し、1973年にスイスで死去した。ウィキメディア・コモンズには、イザベラ・フォン・エスター・ライヒに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。